皆様、ジャピネルディスタオザワです。今回も188ベッドさんとのコラボ企画で、ユーロ2024の準々決勝プレビューをお届けしたいと思いますけれども、すでに、準々決勝の3試合のプレビュー動画、公開しております。ぜひ皆さんご確認いただいた上で、188ベッドさんの、公式 X アカウント等で展開している、SNS キャンペーンぜひね、ご応募いただければと思いますけれども、今回は準々決勝ラストゲームになります。オランダとトルコの大一番パルティダスト。そしてね、何より両チームのサポーターがどれくらい陣取ってくるのか。まあ、オランダのオレンジ軍団サポーターも非常に熱狂的ですし、そして、まあ、ドイツに在住しているトルコ人も多いということで、トルコの熱狂的なサポーターも凄まじい、ね、ボリュームですので、両チームのサポータースタンドがどれぐらいのね色分けになるのかも非常に気になりますけれども、オランダとトルコの大一番についてお話ししたいと思います。まずは両チームの、ラウンド16の勝ち上がり振り返っていきましょう。ルーマニアに 0-3 で快勝しましたオランダ。まあなんといっても今大会のオランダの、攻撃をね牽引している選手としてはやはりガクポが好調。この試合でも見事なカウンターからのドリブル、ニア一戦のね、シュート見事でした。今大会これで3得点目になりましたけれども。まあ、試合開始直後、まあ、10分15分ぐらいはルーマニアのアグレッシブなハイプレスに苦しんだオランダですが、まあ、そこからすぐにもう、うまくね、そのハイプレスをいなしてひっくり返してのカウンターが猛威をね、振るいまして、まあ、そこでガクポが、見事に得点を前半のうちに奪ったということで、まあ、後半は本当に一方的な展開で、オランダ強いぞというところを、今大会で初めて、4試合目にして初めて見せた、試合内容だったと思います。まあ、そして後半は、後半から入った、マレンが見事に2得点を決めて、ね、0-3 で快勝しました。もう危なげない快勝圧勝だったと思いますので、まあ、オランダクーマン監督としてはこのトルコ戦に向けて、特に変更なく臨んでくると思います。まあ、個人的には予想スタメン、まあ、このルーマニア戦で、先発した右のベルフワインではなく、マレンが、そのまま入ってくるんじゃないかなというような予想を持っておりますけれども、ここに来てやはり、中盤のボランチのラインダースの、ドリブルの持ち運び推進力非常にですね、まあ、フレンキーが今大会怪我で欠場となってしまいましたのでどうかなと思ってましたけれども、まあ、押し込まれても、ラインダースの、まあ、ドリブルの持ち運びから一気にカウンターをね、疑似カウンターを打っていけるような、オランダになっていますし、まあ前線のところもメンフィスが、ポストワークをしながら、まあ、シャビシモンズが、ね、しっかりとボールを受けて、左右に配球するというようなうまい攻撃の作り方もできてますので非常にいいバランスの整った好チームになってきていると思います。一方のトルコはラウンド16で、1位通過をしてきたオーストリアを見事に 1-2 で下して、このベスト8に駒を進めました。まあなんといっても、コーナーキックからデミラル2発が、見事にね高さパワーデミラルのセットプレーの脅威が見事に出た試合かと思いますが、なんと、そのデミラル不適切なゴールパフォーマンスをしてしまいまして、まあ政治的な、パフォーマンスと受け止められるようなジェスチャーでしたので、まあね、トルコ側からすると、別にそういった意図はないということのようで反論はしているようなんですけれども、極右の過激派グループを想起させるようなジェスチャーは、まあこういう舞台ですからやるべきではなかったと思いますので、まあ2試合の出場停止となってしまいましたし、まあそしてオーストリア戦では中盤のユクセキ、コクジュの中盤のね、看板2枚も、累積で出場停止となりましたので、まあ非常に、まあここまでのトルコは非常にアグレッシブで、ね、ファンサポーターのね、熱後押しをもらいながら、アグレッシブに戦ってきた分、出場停止者が、ちょっと多いところはやはり気になってしまうかなというふうに思います。まあただ、そのね、オーストリア戦では最後の最後95分ですか、守護神のギノクが、まあ今大会ベスト、シュートストップじゃないかなというぐらいの見事なパラドンをね、バルムガウトナーのヘディングシュートを見事に弾き出し、神セーブで、ね、チームを救いましたので、まあチームとしては波に乗ってますし、なんといってでもレアルマドリー所属のアルドギレルが、非常に効いてるなと、もう彼はやはり世界クラスのクラックだな、タレントだなというところを今大会示してますので、まあオーストリア戦ではファルソヌエベ的に見事にさばいて局面打開してというところで、もうキレキレぶりをね、レアルマドリーの終盤の時も、見せていましたけれど、改めてこのトルコ代表でもその才能とタレント性をね、見せつけておりますので、この試合も非常に楽しみだなというふうに思います。ということで両チームの予想スタメンと戦術的なポイント解説をしていきましょう。はい、では左側、ホーム扱いのオランダから行きましょう。4-2-3-1こちらのスタメンでおそらく来るんじゃないかなと思います。ゴールキーパー非常にレベルの高いセービング、安定感見せてます。フェルブルフェン。ディフェンスライン右からドゥンフリース、デフライ、ファンダイク、アケ。まあ非常にいいバックフォーからすると今大会の中でも相当レベルの高いディフェンスライン4枚じゃないかなというふうに思います。
サウテンとラインダースのドブレピボーテ。2列目右にマレンを予想しますが、まあ、ベルフワイン、あるいはフリンポンという可能性もあるかなというふうには思います。トップ下にシャビシモンズ、ガクポが左、メンフィスのワントップという並びの 4-2-3-1 を予想しておきましょう。一方のトルコですけれども、まあ、システムはね、可変しますので、どういう形になるかはわかりませんが、オランダにボールを握られることを想定して、4-1-4-1 気味で来るんじゃないかなという予想をしておきます。ゴールキーパー、ギュノク、ディフェンスライン、ミルドゥル、デミラルが出れませんので、アカイドゥンが入って、バルクタチ、カディオグル、中盤の並び、こういう形にしておきます。ハイン、カフベジ、エズジャンというような、3人が入るんじゃないかという予想をしておきます。ユルマズが右に入って、ギュレルがファルソヌエベ、ユルディズの左という並びを予想しておきます。はい、まあ、オランダは、右のドゥンフリースを上げての右肩上がりの3枚ビルドアップをしてきますので、まあ、その時にマレンがね、内側に入って、ドゥンフリースを上げて、まあ、このビルドアップに対してトルコが、まあ、序盤開始の、10分15分はね、バチンとハイプレス当てていくかもしれませんが、基本的には、ね、ミドルサードセットで、中盤で引っ掛けてのショートカウンター狙いでトルコは行くと思いますから、まあ、お互いのチーム力を考えてもオランダがおそらくボールは握りながら、ハーフコートゲームにはならないと思いますけれども、基本的に構えるトルコに対してオランダがどう、まあ、オランダの武器である、スピーディーなカウンターはなかなか打てないような試合展開になると思いますけれども、まあ、どう崩していくかと。まあ、そういう意味では、ライン間に入ってくるシャビシモンズ、マレーンあたり、まあそしてメンフィスも真受けが上手いですから、まあそのあたりと先ほど言ったようにラインダースがどう局面打開をね、ドリブルでしていくかと。で、まあ、左のガクポ、右で上がってくるダンフリースにどうね、サイドアタックでポケットまで、深い位置まで、潜らせるかというところが、ポイントになるかなと。まあ一方のトルコの方は引っ掛けてからのカウンターを両サイドを使いながら、まあそしてね、アルダギュレルも、このあたりで囲まれても彼の技術であればワンタッチで剥がせることもできればドリブルで剥がすこともできますので、逆にオランダはね、どれぐらいギュレルを封じられるかというところもポイントになるかなというふうには思います。はい、では恒例の私の、スコア予想、勝ち抜け予想ですけれども、この準々決勝4試合の中で唯一、延長 PK 戦まで予想したいと思います。2-2 の引き分けから、PK 戦を経て、オランダの勝ち抜けを予想したいと思います。188ベットさんが提供しているオッズですと、オランダ90分の中での勝ち抜けが 1.60 倍、トルコの勝ち上がり 5.50 倍、結構トルコ高いですね。そして90分での決着がつかない引き分けが 4.15 倍となっております。ただ、トゥークオリファイ、まあどちらが勝ち上がるかというようなオッズで言いますと、オランダがなんと 0.30 倍低いですね。そしてトルコが 2.50 倍となってますので、やはり、オッズから見ても圧倒的にオランダ有利の、試合前の戦前の予想になっております。ということで、今回は、188ベッドさんとのコラボ企画で、ユーロ2024の準々決勝4試合の、プレビューをここまで展開してきました。SNS で、キャンペーンを実施中でして、準決勝進出の4チームをね、皆さんに予想していただいて、その4チームをね、当てた中から抽選で5名様に、ユーロ2024に出場しているチームユニフォームが、当たりというね、キャンペーンをこの準々決勝に関しては、やっております。日本時間の7月の6日、お昼の12時59分までの、キャンペーンとなっておりますので、まだの方ぜひ急いでください。そして、この後のラウンドでも、準決勝2試合、そして決勝前のプレビュー動画に合わせて、また、188ベッドさんで SNS キャンペーンが実施される予定です。また豪華なプレゼントキャンペーンとなっておりますので、まだ告知できないんですけれども、皆さんぜひ楽しみにしておいてください。そして、来週の準決勝の1試合、そして決勝と、なんと私、188ベッドさんとのコラボ企画でご招待いただいてドイツに行ってまいりまーす。バモーありがとうございます。ということで、現地から、ドイツから皆さんにね、また動画をお届けできるかと思いますので、そちらも楽しみにしてください。ということで、今回は、準々決勝4試合のプレビュー動画、それぞれ見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。わさらアプロシマ。